はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこちらということでですね、えらいニュースが飛び込んでまいりました。えらいニュース飛び込んでまいりました。皆さん気になってませんでした？もしですね、ロシアが核攻撃をしてきたらですね、一体アメリカであるとか NATO 軍というのは、どういう形でね、ロシアに報復を行うのか、これめちゃめちゃ気になってませんでしたか、皆さん。はい、なんとですね、はい、もしロシアがですね、ウクライナに対して、戦術核なんか使うもんならですね、アメリカ政府は一体どういう報復をするのか、そのベクトルが、その方向性が、見えてまいりましたよという記事でございます。もうね、この記事を読んだらですね、どういう流れでその方向性が決まったのか見えるんだけれども、もう先に言っちゃうよ、先に言っちゃうよ、なんとアメリカ軍はですね、こう考えているようでございます。もしですね、ロシアがですね、このウクライナに対して、このロシアウクライナ戦争でですね、ロシア軍今劣勢になってるでしょ。このね、ロシア軍劣勢をひっくり返すためにですね、ウクライナに対して核攻撃をやろうものであるならばですね、我々アメリカ軍はロシアではなく、ロシアの同盟国のベラルーシに核攻撃を行うという方向性でいることがですね、明らかになりました。これを知らされたですね、はい、ベラルーシのルカシェンコがですね、なんでとなっているというですね、非常に面白い記事でございます。まあ、ベラルーシとしては、というかね、ベラルーシな、ロシアの味方なんかしてるからそんなことになっちまうんだよ。なあ、ベラルーシはですね、別にウクライナを攻撃してるわけではないんだけれども、ただね、ベラルーシの領土からですね、ロシア軍がですね、このウクライナにね、攻め入ったっていう経緯もございますから、これ、ね、ベラルーシはもう完全にこれロシアの同盟国なんですよね。まあ、同盟国なんですよね。こんな時期にですね、ロシアのね、味方なんかするからですね、こんなことになるんだよね。日本の中でもですね、橋本徹というですね、アホがですね一生懸命ロシアの代弁をやっていてですね、今もう炎上してね、灰になっちゃってですね、もう何の影響力もなくなってしまっているという状況があるわけですけれども、ベラルーシちょっと考え直した方がええんじゃないのっていう話なんだよね。ほんでね、この記事ですね、これいつの話、この記事自体はですね、昨日、もう出来たてほやほやの記事なんだけれども、この方向性っていうのは、アメリカのこの方向性、ベラルーシを攻撃するぞっていうこの方向性はですね、結構前から決まっていたみたいで、この記事読んでいけばわかるんですけれども、最初にざっくり言うということで、これね、2014年のですね、クリミア半島ね、ロシアがクリミア半島侵略したことあったじゃないですか。あの時にアメリカの国内でほぼ方向性決まってるらしいんですよ。うん。で、2014年って言ったらですね、オバマ政権なんですよ、オバマ政権。で、オバマ政権の副大統領は誰でしょうか？はい、今の大統領、バイデンだよね。だからね、バイデンもですね、このね、オバマ政権時代に決まったですね、このベラルーシの攻撃っていうのをですね、多分ね、踏襲する可能性あるんですよ。はい、混沌としてまいりました。まさかロシアが核攻撃に踏み切ったら、攻撃するのはベラルーシ。いや、もうね、これでね、もう世界中、日本中の皆さん、ロシアの味方をするというのがどんだけ危ないか、これで分かっていただきたいなと思います。でね、これね、一個ね、後でまた言うんだけども、これね、一個ね、見逃せないのはね、分かりますか？アメリカがロシアを攻撃しないのはですね、ロシアには死の手というシステムがどうもあるみたいで、これまだ噂だレベルなんだけれども、信憑性は高いんだよね。簡単に言うのは、プーチンですらですね、コントロールできない、自動的なシステムが組まれていまして、アメリカとかですね、イギリスなんかがですね、ロシアに対して核攻撃を行ったらですね、それが報復であれ、どんな理由であれ、ロシアの領土に対して核攻撃を行ったら、その自動的な反撃システムが作動しまして、ロシアが持っている核ミサイルがですね、世界中の主要都市に飛んでいくっていうですね、もうとんでもねえシステムが組まれてるんですよ。だからですね、やっぱね、核を持っている国をですね、やっぱ攻撃できないんだよね。だからこそですね、核を持っているのはベラルーシを攻撃するっていう話になっているんだろうけれども、これね、日本に置き換えたら、ね、これやばいんですよ。アメリカがですね、なんかね、核攻撃をするなんてことはないでしょう。ないんだけれども、ただアメリカがですね、ガチでね、方向性を間違えて、ボタンを押し間違えてですね、ロシアとかですね、中国なんかをですね、核攻撃をするっていうですね、そんな状況になってしまった場合、ね、でもね、中国とかロシアはですね、アメリカは核保有国でございますから、なかなか攻撃できないわけでございますよ。うん。そしたらですね、よし、アメリカを直接攻撃するのは危ないから、アメリカの同盟国の日本を攻撃する。これ、普通に考えられますからね。だって、日本の真横だからね、ロシアとか中国とか。はい。ということで、これがね、世界と考え方なんですよ。だからですね、このニュース読んでいくんだけれども、もう憲法記念日でなんかいろいろあるんだけれども、日本も核保有でもいいし、核保有が難しいので核共有でも構わんよ。日本に手を出したら、ただじゃ済まないぞっていう状況をちゃんと作っておかないと、ね、ベラルーシみたいにですね、ね、ロシアが撃った核攻撃のせいで、ベラルーシ崩壊とかですね、そういう状況になるんですよ。アメリカがね、判断間違ったせいで日本が崩壊、そんなことになるんですよ。だからですね、やっぱりね、野党のアホども、もうとにかく憲法9条をとっとと変えて、自衛隊を軍隊にして、
先制攻撃でも何でもできるようにして、で、核共有とかね、そういう方向に話を進めていかないとですね、もう日本偉いことになりますよという、この、いうことをですね、この記事でね、分かっていただきたいなと思いましてですね、このね、とんでもないニュースを取り上げることにしました。はい、ということでですね、万が一ロシアが核攻撃に踏み切った場合、アメリカ軍はですね、ロシアではなくてベラルーシをですね、滅亡される、させる気のようでございますよというですね、面白いニュース、面白いニュース。しかもこれね、アメリカの民主党がですね、これ決めたことだから、ね、アメリカの民主党といえばですね、バイデンとかオバマとかあんなレベルの奴らですよ。本当にやりかねないからね。おう、これ結構やばい話よ。いきますよ。はい、ロシアがですね、核攻撃に踏み切ったら、アメリカはどこに報復をするのか、アメリカ政権内で実際に行われていたですね、机上演習の衝撃的な中身という話でございます。で、これね、衝撃的すぎてですね、日本のマスコミほとんど取り上げてません。取り上げてない。こんなん取り上げたらですね、やっぱり日本もですね、ちゃんと軍備を整えないとダメだとかですね、核を共有して、核を持たないと反撃する能力を持たないとダメだという話に絶対になりますから、だから、ね、日本のマスコミ、もう徹底的にこのニュース封じ込めてます。でも世界では結構でかく報じられてるみたいですよ。はい、行きますよ。コーヒー飲むわ、コーヒー飲むわ。はい、行きますよ。ロシアのですね、ウクライナ侵攻後、ロシアが通常兵器のみならず、核戦力をですね、使用することに対する懸念が高まっていると。そしてですね、ロシアが万が一にも核戦力を行使した場合、アメリカは一体どのような対応を取るのか。実はですね、アメリカは、バイデン大統領と同じ民主党のオバマ政権の末期ですね、ロシアの核使用を想定した机上作戦演習を行っていまして、具体的な報復の対象を選んでいたんです。はい、これがね、実はね、この後に出てくるけど、ベラルーシなんです。すごいね。ベラルーシ本当に迷惑だな。ラトビアのですね、首都リガに拠点を置いていて、ロシアに関する独自の報道を続けている、独立系のニュースサイトザインサイダーはこの報道、アメリカのですね、著名ジャーナリストの調査報道を引用する形で、アメリカのですね、報復シナリオに関する特集記事を掲載しました。同盟国への核攻撃に、核で反撃をしない選択肢も示されるなど、何を生乗りこと言ってんだって話だけどね、これに関してはね、ロシアが侵攻した後ですね、日本でも始まった核の傘による安全保障をめぐる議論にも一石を投じるものとなっていると。いや、これはね、ほんとね、大事な話を。コーヒー飲む、いや、空気乾燥してんな、おい。はい、現実的な脅威。ここでですね、核に関して、アメリカと並ぶ核大国のリーダーたるロシアのプーチン大統領がですね、どのような発言を行ってきたのかをですね、振り返ってみたいとね。まずはですね、ロシアがですね、特別軍事作戦というですね、嘘くせえ名前つけてんな、と呼ぶですね、ウクライナ侵攻を開始した2月24日の演説で、プーチンはですね、誰であれ、外部から我々に介入しようとするもの、ましてや、脅威を与えようとするものは知っておくべきだ。その結果は今まで歴史上、見たことのないようなものになるだろうと、NATO の侵攻がですね、侵攻に介入すればですね、核兵器を使用するぞっていうですね、可能性を示唆しましたよね。そして27日にはですね、ショイグ国防大臣ですね、に対してですね、NATO 加盟国から攻撃的な発言が行われていると述べまして、核抑止力部隊をですね、高い警戒態勢を置くように命じて、アメリカなどを牽制しました。これもね、僕動画で言いましたよね。はい。とにかくね、核をですね、うまいこと使ってきやがるんだ、このプーチンは。ね、これに対してですね、アメリカのですね、CIA はですね、のバーンズ長官は、ロシアのですね、戦術核使用の可能性を軽視ができないと言及。あいつらバカだから本当に使うかもしれないぞって言ったわけですね。そして一方ですね、ブルームバーグによるとですね、アメリカ国防省傘下のですね、国防情報局 DIA かのベリア局長は、ウクライナ軍の抵抗で侵攻が長引いて、通常兵器が不足をする事態に陥れば、ロシアは核抑止力へのですね、依存を強める可能性が高いとする報告書をまとめました。実際ね、今がこの状況なんですよ。ロシアの中は明らかに通常兵器減ってきてます。で、通常兵器をどこまで減らせばロシア軍撤退するしかなくなるかという動画をさっき僕も作りましたから、ロシアはね、ほんと減ってきてると。で、ウクライナはですね、西側からですね、レーダーリソーとかですね、もう西側からですね、武器がガンガン流れ込んできてる状況ですから、もうね、ロシアの価値はね、おそらくね、普通に考えたらないんですよ。ただ、この状況をね、ひっくり返すためにですね、ロシアが核を使う可能性っていうのはやっぱり高まってきてるってことでしょうね。うん。で、こうした発言はですね、アメリカでロシアによるウクライナでのですね、戦術核の使用がありえない話ではなく、現実味を持って受け止められていることを示していますと。またですね、ロシアのラブロフ外相は4月の25日、核戦争を起こさないことがロシアの基本的な立場だとしながらですね、現在はロシア、アメリカ間の対話のチャンネルが存在しないと指摘をして、第3次世界大戦が起きる可能性は十分にあって、過小すべきではないと
と強調しました。まあ、ここでもですね、やっぱりですね、核とか第三次世界大戦でですね、脅迫をしてきてるわけですね、ロシアはね。そしてプーチン大統領は27日にも、第三国がロシアに戦略的な脅威を与えようとした場合は、電撃的で素早い対抗措置を取ると述べて、核兵器の使用を辞さないというですね、姿勢を示したら、ここでも脅してくるわけですよ。そして、核で報復をしない。アメリカね、そう、核で報復をしないというですね、そういう意見も交えての議論があったらしいんですよね。2016年、アメリカの国家安全保障に関する最高意思決定機関の一つで、大統領への諮問機関であるですね、この国家安全保障会議 NSSC ですねが開かれました。機密指定されたですね、会合の議論の中身はですね、アメリカのオンライン誌、ストレートのですね、フレッド・カプラン氏の調査報道によりですね、明らかになったそうでございます。はい、この NSC がですね、ちょっとコーヒー飲みます。議論したのがですね、2014年のクリミア編入後、ウクライナ東部ドンバス地域への介入を続けるロシアがですね、隣接をしているバルト三国、そう、すぐ近くにね、バルト三国があるんですよね。リトアニアとですね、ラトビア、エストニアですね、の一つにですね、侵攻した場合、アメリカは一体どう対応するのかについてだったと。今回ですね、これね、バルト三国が危ないって当時は言われてたんだけれども、その下にあるですね、ウクライナがですね、今回攻められてるわけだけどね。はい。会合の参加者はですね、国防総省、そして情報機関を含むですね、政府各省庁の次官級の代表、偉い人たちがいっぱい集まって話をしたらしいんですよね。シナリオはですね、通常戦力で勝る NATO がですね、ロシア軍の侵攻を食い止めて優位に戦いを進める中、ロシアは限定された規模の核攻撃を行って、敵にですね、戦闘停止を強要するエスカレーション抑止概念に基づいて、 NATO 軍ないしはドイツのですね、軍事基地に対して低出力のですね、戦術核ですね、エリア限定ですね、エリア2キロとか3キロとかですね、エリア限定にだけ影響するですね、低出力の戦術核兵器をですね、使用するというものだった。このシナリオですよ、ではですね、今、ウクライナに対して使われる可能性が非常に高くなってきてるんですよ。だから全然油断できないんだよね。そしてですね、アメリカの報復はですね、一体どのような兵器を使って、どこを攻撃するべきなのか、様々な意見が出されましたが、議論をリーチしたのはですね、当時のバイデン副大統領のですね、国家安全保障問題担当補佐官を務めた、コリン・カール氏。このコリン・カールさんというのは、現在のですね、国防次官でございます。はい。だったと。カール氏はですね、ロシアによる核の使用は1945年の広島長崎以来初めての歴史的な出来事であり、ロシアをきっとね、このロシアね、ロシアが核を使ったら、ロシアを孤立させ、政治的経済的打撃を与えるため、国際社会をですね、結束させる絶好の機会だと言明と。だから核で報復をすることは大局観を欠いた行動であって、核使用の敷地を下げるだけではなく、強力な経済措置よりも効果はおそらく乏しいであろうとね。要するにですね、ロシアが核を使ってきたから、こっちも核ミサイルで攻撃だっていうことよりも、ロシアが核を使った、ロシアは悪の帝国だっていう、そのレッテルを貼ってですね、もう世界中からですね、もう経済制裁も含めたあらゆる攻撃を行うという方が効果的ではないですかっていうことをね、カールさんが言ったわけですね。俺ちょっとでもこれ甘いと思うけどね。じゃあお前ら核いらねえじゃん。核抑止力って何なのよ。ね、もしロシアが核を使ったらですね、こっちも核でモスクワをぐちゃぐちゃにしてやるからなっていう、このね、力強い宣言こそがですね、ロシアの核の使用を止めると俺は思うんだけどね、どうでしょうね。はい。議論は続いたが、結局、NATO 制服組のトップであるですね、欧州連合軍の、ブリードラブ、最高司令官を含め、最初の対応は核による報復ではなく、通常戦力によるものとすることで一旦落ち着いたそうでございます。で、その1ヶ月後ですね、また同じ会議が開かれてるんですよ。ちょっとコーヒー飲みます。面白いでしょ。標的はですね、同盟国なんです。ロシアはね、核保有国だから攻撃がなかなか難しいと。であるならば、ロシアの同盟国を滅ぼしてやる。ここでベラルーシ出てくるよ。はい、1ヶ月後にですね、今度はですね、参加者のレベルを上げた、閣僚級の NSC 会合が開かれまして、同様のテーマが議論されました。前回同様ですね、核による報復をですね、しない方が賢明との意見もありましたが、もし敵国が核攻撃をすれば、アメリカは直ちに核で報復するとの同盟国との信頼が崩れたら、アメリカを中心とする世界的な安全保障体制は崩壊してしまうではないかというですね、アシュトン・カーター国防長官の主張が優勢となったと。これは僕もその通りだと思いますね。だって日本を攻撃してもですね、核で攻撃してもアメリカの核は使わないなんていう状況になったらですね、日本やばいことになりますからね。それはアメリカさん、おう、日本にもしものことがあったら核使っていただかないと困りますよ。はい、と僕は思います。現在ですね、国務長官の、ブリンケン国務副長官はですね、立場を鮮明にしなかったらしいでございますよ。はい、次にですね、議論の対象となったのが、アメリカは具体的にどこに報復をするかについてだった。話しとるな。こういう話し合いが必要なんだよ、野党のバカども。わかるかね、核を持つかとかですね、反撃能力とそんなんじゃないんだ。反撃能力を持つのは当然、あとはどこを攻撃しますか、北京ですか、上海ですか、どうしましょうって、そういう話
話をしなきゃダメなんですよね。はい。はい、最初に上がった候補はですね、ロシア西部の飛び地で、バルト海に面する軍港を持つ、カリーニングラードだったが、飛び地とはいえですね、ロシア領土に核ミサイルをですね、落とすことは、全面的な核戦争に発展する恐れがあるとして却下されたそうです。そして、バルト三国にですね、侵攻したロシア軍に対する攻撃も検討されましたが、同盟国の市民への被害、いや、そうですよ。そうだ、だって日本にさ、中国が攻め入ってきてさ、あ、大変だ、日本が大変だ。よし、今、日本に攻め入っている中国軍を崩壊させるために、日本に核ミサイルだとか言われたらですね、待てってなりますよね。なるよね。いやでもね、ほんとね、そう、こういう、でもね、今言ったことがですね、ちゃんとね、議論の訴状に上がってきてるんだから。やっぱね、日本ね、防衛力をもっと高めないとですね、もう上陸されたら終わるぜ、マジで、俺たち。なあ、うん。あ、ほんでですね。バルト三国に侵攻したロシア軍に対する攻撃も検討されましたが、同盟国の市民への被害を考慮して、不適当とされましたと。よかったよかった、うん。結局ですね、最終的に選ばれたのは、ロシアに隣接をする同盟国のベラルーシだった。いきなり出てきた、ベラルーシ。ロシアの同盟国っていうこと、まあ、ただそれだけの理由でですね、核攻撃の標的になってしまいました、ベラルーシ。この机上演習ではですね、同盟国はですね、同国はバルト三国の侵攻にはですね、でもベラルーシのことね、ベラルーシはバルト三国の侵攻には何の関係もなかったが、ロシアの同盟国というだけで核攻撃の対象となることが決まってしまいました。はい、さらっと決まったの。おーい、ベラルーシ大変ですな。もうロシアとの同盟関係やめたら、うん、停止力のですね、核使用の是非、はい、同様のですね、机上演習は、共和党のトランプ政権時にもロシアがヨーロッパのですね、アメリカ軍施設に戦術核攻撃を行ったのとの行ったとの想定で、国防総省が行いまして、核兵器を運用する戦略軍は核による限定的報復を行うことを決定しました。攻撃手段としてはですね、当時配備が決まった低出力仕様の潜水艦発射弾道ミサイルトライデント、このトライデントにですね、核弾頭を乗っけるということに決まったそうでございます。これについてカプラン氏はですね、アメリカの原子力潜水艦からロシアに向けてミサイルが発射された段階で、それが低出力の核戦術か破壊力のはるかに大きい戦略核か、判定ができずですね、ロシアが大陸間弾道弾で報復をする可能性があることや、そうした低出力のミサイル配備は逆に核使用の指揮位置を下げて世界の安全保障体制を脆弱にするんじゃないかとしてですね、専門家の間で慎重論が強いことを示しているとね、議論を通じて見えてくるのは、アメリカがですね、ロシアのエスカレーション抑止の概念に、強い懸念を示し対策を検討していたことね、ロシアが核を使ったらどうするかちゃんと決めていたんですよ、アメリカはね、あのベラルーシを攻撃するって怖え。はい、一部とはいえですね、核の傘の前提条件に反して核兵器によるですね、報復を行わない選択肢があったこと、そしてですね、また大国間のですね、核の応酬を避けるために報復の対象として一方の同盟国が核攻撃の目標となり得るということでした。ほんとそうだよね。この同盟国、この時点でベラルーシ何もしないからね、何もしないけどロシアの同盟国っていうだけで標的になるわけです。ちょっとコーヒー飲みます。またこうした軍事想定はアメリカ政権内で極秘裏に行われ、ジャーナリストの調査報道がなければ我々日本人はですね、預かり知らないままだったであろうという記事なんですよ。でね、これで考えなきゃいけないのはね、アメリカがですね、ここまで具体的にもしロシアがですね、核攻撃を行ったら、ロシアではなくてベラルーシに、核攻撃を行うと、ベラルーシをですね、もう不毛の地に変えてやるっていうことをですね、もう政権内で決定してるんですよ。じゃあね、中国とかロシアとか北朝鮮とかこういう話し合いをしてないと思いますか？絶対してるよね。もしですね、アメリカがぶち切れて、中国とかロシアとか北朝鮮にですね、核攻撃を行ってきた場合、アメリカを攻撃するのはあまりにも危ないと。よし、じゃあアメリカの同盟国を攻撃しよう。アメリカの同盟国といえばどこかな、手近なところどこかな、あった、日本だという形でですね、アメリカがもしですね、中国とかロシアに対して核攻撃を行ったら、その報復として同盟国の日本を攻撃する、こういうですね、検討をやってないと思いますか？俺絶対やってると思うよ。絶対やってると思うよ。はい。ということでですね、そういうことなんですよ。だから、ね、絶対やってると思いますんで、もう断言してもいいや。あのね、アメリカがですね、もしね、なんかいろんな作戦を見せてですね、ポチッと核兵器のですね、ミサイル、中国向けの核兵器のミサイルを撃っちゃったらですね、中国からですね、アメリカにですね、報復の攻撃があるのではなくて、確実に日本に向けて中国から核兵器、核ミサイルが飛んでくると思います。なぜか日本には核兵器もなくて反撃能力もろくなもんがないから安心して攻撃ができるからです。はい、はい、この状況をですね、打破するためにはですね、これ中国は絶対日本に核ミサイル狙ってるのもう 100% だもん。この記事のところ確信したもん。 100% 中国は日本に狙ってます。ほんでこの状況を打開するためには日本もとんでもない反撃能力、できれば核保有、少なくとも核共有をして、そして先制攻撃もちゃんとできる状況
にするとね、この防衛能力そして抑止能力をですね最大限高めないとですね日本終わるぜ。この記事読んでそう思っていただけないんであればですねあんたたちも終わってるよ。はい、ということでですね、はい、あ、まあまあまあベラルーシさん大変だな大変だな。でもですね日本人意外とこの状況終わらないよね。ということで熊さんの動画を終わりたいと思います。